そういう、あ、はいはい、ね、まあ、ここに三角にこう切ってね、はい、それで割って、でこれは結局こう、あの8枚になるもんで、こっちが8部です、うん、はい、それでこっちが一寸6部、はいはい、だから倍にするわけだね、のこういう三角状のものを、また半分半分にこういうふうに割ってるんですよ、ここに薄いんですよね、こういうふうに立っちゃうんですね、なるほど、うん、こういうふうに立っちゃう、出てる部分がこっち側の、こうですね、よしよしよし、これはね、これね、この上目っていうのはね、昭和のね、戦後なんですよ、あ、戦前はこれなかったんですよ、はあ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 、もうこれ直接なんですよ、なあ、あの銅板のこの縁が出る形に、ですから銅板もないです、あ、あ、この下に伸び付けってあるんですけど、これね、ここにちょっと、うん、はいはいはい、この伸び付けをもう直接出すんです、あ、はあ、江戸時代の、ですからあのこう、よいしょ、これが軒付けだとしますと、はい、でこれが平だとしますと、結局もう直接、あ、ごめんなさい、こっち側行きましょう、あ、こっちね、はい、こういうふうに出すんですよ、軒付けを、そういう方だったんですよ、あ、だけど軒付けがすごく高いもんで、金額的に、平と話せ、軒付けと大体金額同じくらいなんですよ、あ、だもんで、それで結局今度はこの三角をここに上目っていうのをこう、まあ、あのこれは上目ですらこういうふうに出して、うんうんうん、そうするとこの軒付けが助かりますよね、鉄だけあの雨当たりませんから、それでこの軒付けを助けてるって言うんですよ、結構ね、これ、この下ですね、うん、はい、